お蕎麦屋さんのおすすめメニューっていうんですか、をちょっと聞きたいなと思いまして、シンガポールの方のお口に合うお蕎麦、なんかそう、どのように工夫されたのかなみたいなのとかをお伺いしたいです。もともとそのうちの店って創作そばって言われているものがすごい多いんですけども、シンガポールの人にも愛されつつあるそばっていう意味では、イミニティそばっていうのがあるんです。これは日本語で言うと免疫力アップそばっていうおそばでして、ちょうどコロナの時に開発したようなメニューなんですよね。これはどういうメニューかっていうと、納豆が乗っていて、キムチが乗っていて、キノコ類とか、オクラとか、色鮮やかなおそばなんですけども、健康なものを食べたいっていう人たちの欲求がこのおそばに刺さったような感じがして、そこからは2年間ぐらいはすごい人気になってきて、今振り返ると、納豆キムチそばみたいな感じになると、いらっしゃるとダメなんでしょうね。インディーそばってやることですごいローカルの人とかでも価値がちょっと食べてみようかなというところから、マーケティング戦略ですね、本当ね。でも納豆、大丈夫なんですか？あ、そうです。外国の方、納豆ちょっとダメな方多いじゃないですか。そうですね。まあ、日本でもね、同じ話だとは思うんですけれども、結構ね、やっぱりそのぐらい、うちに来てくださるお客様っていう意味では、思考が高い人が来てくれてるので、日本で納豆をですね、食べてくれる人多くて、自分も最初は販売する前はやっぱりこれどうなんだろうって思ったんですけども、でも今は普通に皆さん召し上がります。そうなんだ。なんかね、嬉しい、海外の方に納豆を気に入っていただけるの。